佐賀市立図書館は山形県佐賀市にある公共図書館である。貸出しサービスが利用者カードを所持している人を対象に行われている。利用者カードは佐賀市に在住、在勤、在学している人と西村山郡に在住している世帯を対象に交付されている。同時に借りることのできる冊数は図書や雑誌、紙芝居が8冊まで。 大型絵本や視聴覚資料が2点である。また、これらの貸し出し期間は、視聴覚資料が1週間、大型絵本が2週間、それ以外が3週間と定められている。ただし、視聴覚資料の貸し出しは、中学生以上の利用者に制限されている。リクエストは、市内在住者に限って受け付けている。平日と土曜日の開館時間は、 冬季とそれ以外の季節で異なった時間が採用されている。アイソル管理台帳ファイル公共図書館。国立国会図書館。2015年12月26日閲覧。ABC 佐賀市政策企画課。佐賀市の統計2015。佐賀市政策企画課。P78。2015年12月26日。閲覧。ABCD ご利用案内。 佐賀市、2015年12月26日閲覧、ありがとうございます。